はいどうもこんにちは。今回は100均マウスで怠慢しても自称フォートナイト最強は最強なのかということをね検証していきたいと思います。では早速怠慢していきましょう。設定はとりあえずできた。5本選手でいこう。やばい、ちょっと待ってこれサイドボタン効きません。ちなみに片方これやばい、サイドボタン効かん。え、ちゃう、なんかねサイドボタン2個あって、やばい、サイドボタン2個あって片方押してたら片方反応しない。だから床と壁同時に張れないな、俺のあれやつキー配置やと。え、いいんじゃない、やばい、いいよ、やばい、1対0いい、やばい、縦杖ができない壁と床張れない、一緒に張れないのはちょっと致命的っすね。これだいぶやばいんじゃない、だいぶやばい。でもエイムは別に、なんかセンサーはいい感じかもしん、ちょいい感じやけど床立てんのやばい。待て、センサー良くない、ちょセンサー良くない、後ろ向け、ちょっと怖い、ちょっと待って、ちょっと、はは、はは、壊れた壊れた、ちょっとおい、ちょっと待って、暖房消してちょゆっくり、あ、ゆっくり、オッケーオッケーオッケー、いけた。あー、おもろい。ゆっくり、ゆっくりを意識して。あー、やばい。やばい、振り向けない。やばい、これ、あかんわ。センサーもゴミだ。あ、ゴミじゃないっすね。ちょっとよろしくないかもしれない。ちょ、エームで買っていく。何やっても勝てない可能性出てきた。いやいやいや。縦積みが問題。縦積みちょっと慣れてきたよ。でも、エーム、ああ床が、そこ抜けるたまに。でもセンサー別に、なんていうの、エーム別に悪く、ちょっと待って、床、マジ頼む。あの、床張らない人にはおすすめかもしんない。コスパいいかもしんないです、これ。床、やばい、やばい、床、床、もう、登りますわ。え、マジで終わってない。壁と床を一緒に立てれないんや。だからサイドボタン2個とも押したときに、片方しか反応、やばい、センサー、あとね、サイドボタンがちょっとチクチクして痛い。でもエイム全集中で、全集中な100均の、100均マウスの呼吸で、やばい。惜しい。センサーもゆっくりしてあげないと、ちょっとまずい。あの、このマウスと、このマウス使うと多分、あの、思いやりが、あれできる。思いやりを、ちょっと思いやりの大事さは、ちょっと理解できるかもしれない。ゆっくり振ってあげて、サイドボタンも片方しか押さないようにしてあげるっていうのが。うーわ、もう、だけど。わお。次の動画で破壊した動画破壊系でも炎上するから、ね、やばい、やっぱ床がまずい。このあと縦積みがちょっと課題っすね。思いっきり振り向いたらセンサー反応しないのと床は立てないんで、それがまずい。でまあ、でエイムは悪くない。やばい、クリックできないとか言ったら終わってたけど、全然クリックに関しては反応速度よく全然違和感ない。ちなみに床は立たないっす。いいよ、うわー、おーこれがマウスの差かこれマウスの差か。ちょっと待って、縦積みがマジでできねえ。あの、これ俺の問題じゃないですよ皆さん、マウスのせいです。そうね、いつもできてます。いつもならできてるね。マジ、ちょっと。ちょっと、あ、ごめんなさい、今のは俺が外しました。いいよ、打てない。え、100均マウス使ってます？もしかして打てないって。100均マウスかもしれないの、俺。ロジクールって書いてあるけど。それ、100均のメーカーです。ロジクールについに買ったか、ダイソーが。ちょっと、振り向けないよ。これ、後ろ取る勝ちだぞ。
ゆっくりゆっくりもそっと。でポンポン CR8 な155いいね、いいダメージする。4対1じゃない、4対2 4対1か。いい、これいいぞ。次取ったら俺の勝ち。まず縦積みをしっかり慎重にしていって、負けるわけにいかない。いいね、やっぱ大きいエムが大事。自分から建築するのはまずい、まずい。いいよ先制ダメージ。ちょっと待って、ちょサイドボタンチクチクしすぎて痛い。チクチクって何？なんかこんなってんのよ。いいよ来いよ来いよ。はい、ダメたか。で行く。やば、100均マウス意外と強いっす。おすすめっす。みんなサイドボタンがちょっとチクチクしてて、まあ親指から血めっちゃ出てきます。まあ床を置きたくない人とか、あのセンサー一回動かしてみますね。これ思いっきりマウス言ってます。なんでちょっと落ち着いたエイムをしたい人はおすすめです。もうゆっくりました、全然動けて。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあバイバーイ。